はい、皆さんおはこんばんちは、シュです。今回プレイするゲームはチャリソーデラックス2ギャラクシー、これは 3DS の DL ゲームで、実はこのゲーム、チャリソーデラックスのプロデューサーのレネさんから、直接こう動画でのレビューをやってみないかというお誘いを受けた、ゲームなんですが、で、やりたければ、ぜひ連絡くださいということだったんだけども、そこで、連絡してやるっちゃうとなんかちゃんとやらなきゃいけなくなっちゃうのが嫌だったんで、それでお誘いは来たものの、まあ、自分で勝手にやるという、そういった方向でねやっていこうかと。まあ、チャリソーデラックスは、まあ、ちょっと昔 3DS の DL ゲームの中でも結構やりたいかなとか思ってたゲームなんで、まあ、ちょうどいいかなというわけで、コンタクトを取らずにゲームをやります。というわけで、まあ、とりあえず普通のモードをやっていこうかな。タウラス、オウシ座、イケ座ってことは、これあれだな、12星座を模したステージがありそうな感じです。まあ、とりあえず完全初見なんで一番初めからやっていこうかな。タウラス、ジャンプ、移動、 B は特になし、スタートはポーズ。なんだこれ、別に前に行ったからといって画面が前に行くわけではないのか。あ、二段ジャンプあんのかよ。いきなり一つミスってしまったな。初めての二段ジャンプ、落ち着きがないでしょう。リトライしてあのメダルだけ確保しておこう。こんばんは。加速モードとかあったらいいのにな。 R を押したら画面全体が加速する。ちゃんと全部ゲットしながら行こう。3段ジャンプはなし、とりあえず2段までか。しまった。まだジャンプの感覚が分かってない。真下から突き上げるような感じの方が、あっと、3個目ばっかりに集中してたら1つ目からちゃんと取るのを忘れていた。ジャンプのみで3個集めて、何も押すなってことか。 A だけ、この辺か。トゥントゥントゥン、金、大江の道、ネクストステージ、オレンジのジュエルでドリルチャリに変身。上は通れる、これを取ることで貫通、貫通、5、4、あ、時間で切れるのか。なるほどね、前後移動はしない方がいいのか。ゴー、そして黄金。あ、意外だ、ドリルジュエルを初めて使うとかあるかと思ったのに。この微妙な隙間、マリオだったら超えるそうなんだけどな。安全のためにジャンプするけど、そう、ストリングクラッシュ。あ、やべ、遅れると死にかねないな。メダルは下から突き上げるように取った方が安定だけど、まあ、そのうちジャンプに慣れて。なんだこれ、大砲、ちょっとびっくりした。ティンティンティン、
ですね。サクサクとかいう割に割と1の1でだいぶやり直した、ね、まあ、まだ始まったばっかりだからね。今サクサクじゃなかったらいつサクサクにすんだよって感じ。上から行くぞ気をつけろ、下から行くぞ気をつけろ。とにかくメダルをゲット。うん、まあ特筆すべきところはなし、気持ちよくクリアしていこう。100ジャンプ達成、安全第一。さて一面の最後か。隙間も広くなってきたぞ。ダレルジェル、下から行くぞ。上、あ、おお、強制大ジャンプ。これは一番下削ると死ぬな。おっとスピードが上がってきた。下り坂は勝手にスピードが上がる。おったまい、上から行くのが正解なんだ。奥に宇宙人っぽいのいたぞ。タウラスフルコンプリート、クラウン王子。ネクストステージ、どうなるんだ。ですよねーと確認すると、ちゃんとコンプできてる、全部金だもんな。じゃあそのまま続けて池座の方。レーザーに気をつけろ、当たるとミス。何、あ、レーザー来てる。宇宙船攻略しすぎじゃねえかこれ。飛ぶね飛ぶね、上だ、上が正解なんだ。高く飛びすぎると死ぬ。早っ、ん、大丈夫だよな。なんか一面はレーザーの顔見せって感じで頑張らないと当たれない感じだったな。やっぱ基本は左右は使うなってことなんだな。ジャンプのみだったら金、ジャンプ以外を使うと銀になってしまう。怖っ怖っ、いろいろ怖っ。上だな、大じゃん。相変わらず操作がシンプル、わら。別に操作シンプルだけど操作性悪くはないんだ。絵しか使わないから。正直あの前後移動したくない。まあ順調順調。ロボットが、このロボットはどっちかと敵側なのか味方なのか気になるところだ。お、スピードアップジェル。上かな？上だ。あ、あそこジャンプしないとダメなのか。いや、とりあえず自殺しようかとも思ったが、3個目の位置を確認したからにしよう。火星人だ、レッドライ、ターボチャリに変身だ、青いジェルで。あの2つ目のミスはちょっと寂しいところがあるな。1つ目なんでジャンプしないといけないのかよ。このチャリちっせんだよ。ちゃんとジャンプしよう、2段ジャンプすると死ぬぞ的なね。で2回に分けて3個取っていいのかとか、その辺も気になるよね。ドンキーコングのトロッコステージの気分。ああ、そんな感じだな。これちょっと気になるよな、2回に分けてもいいのか。プ
ルペラチャリに変身、黄色い。3回連続ジャンプ可能になるぞ。おっそ、おう、頭打った。黄色、これを使わないと取れないところにきっと最後の一つはあるはずだ。全然そんなことはなかったぜ。これもジャンプの軌道がちょっと変わるのが気になる。プロペラってそういうもんじゃねえだろ。まあいいか。まさかの三段ジャンプ。タケコプター、危ね、ワンジャンだときつかった。下に行く。ほっほっと、これはほっといてジャンプ。危ねえ、2回目飛びすぎ。最後の一つ、おっとはちょっと焦って、超えろ。イエーイ、そっからもう一回飛べたぜ。まさかの大ジャンプ。よし、ステージにもコンプリート。シャリトンボ、まあまだまだ序盤って感じだな。アクエリアス、みんなはポカリ派、アクエリ派。あ、マーメイド、水の中は遅いで、ジャンプ力が上がる。いや、上がんねえ、逆に低かった。その代わり無限に飛べる。クリオネ当たっても大丈夫。まさかの予想外だった、さっきのは。あえて死のう。 A ボタン連打でどうしよう。海の中行ったり、忙しいな、わらわら。チャリチャリ、あたたたたたたた。すごい、すごい海流だ。上かな。魚が、強そうな魚がいた。何？あー、水の中か正解。せっかく自殺したのに。どうする？あえて分けていいのかを確認。いや、ダメだな。結局最終的に金取らなきゃダメだもんな。と、金は十字押さずに3つ集めると金。あ、やべ、やった、やっちゃったかと思ったら、これ水だった。落ちると死ぬかと思ったら意外に水であった。水流に乗って高速移動だから。デンジャー、デンジャー、逆大戦だ。大丈夫、もうね、押される。これは上に行くってことなのか。振り上げる、でかい。おう、最後の一つは上昇からノーっと。 BGM がゴーバケーションっぽい。やってしまった。別にコンプリート目指す必要もないんだけど。せっかくだから取れるゴールドメダルはゲットするぜ。上に行くぜ、降りてく。ここは上だな。最後の上昇に乗るのをちょっと考えないと。
ほっとけばいいのかな、これぐらいなら。おっと、危なかった。やっぱ下から突き上げるのが安全だな、取るには。にんにんきんじゃん。水に突入します。取ると同時にジャンプ。おお、いや、ジャンプしちゃダメなんじゃねえかよ。まさかのジャンプが罠か。このままほっとくと、この微妙なアップダウンで下をくぐれるようになってるんだな。騙されたわ。初見殺し。上か。よし、これも上かな。イエーイ、これも上かな。これも上かな。上の方が安全じゃない。最後は海流に乗って高速だぜ。水の中、さっきの水の中からつながって、ほっとくとこんな感じ。上大丈夫？ Oh no！ 真ん中かよ。まあ、いや、クリアまで行っとこうか。水の中のジャンプってどうなんだろうな。最後の一つはどこですかね。ん？ここ？全然違う。いけそうな感じしたんだけど、だっていけないじゃないか。真ん中、真ん中、ここだ。ふう、結構怖うよ。そして実際チャリで水に落ちたら死ねる。だからちゃんと頭に、あの金魚の鉢みたいなのかぶってるから、これがあれば息も続く。息もできるはず。トゥーントゥーントゥーン。なる、わら。あれ？さっき水の中で終わったはずなのに、これ絶対下にメダルあるよな。あ、ドリルだ。水ドリル。水とドリルの組み合わせ。ゴリ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 ギリギリ。やっぱ2個目になってるな。まあそうじゃないかとは思った。うん、あえてミスった。あえてミスったんじゃねえよ、ミスっちゃった。一つ目は明らかに、あの水が下に出てるあそこだな。ここだですよね。そしてこのまま削る削る、さらに削る。上から行くぞ。時間が、時間がないんだ。よし、キリンキリンターン。35、あ、余裕だな。62枚もあるわ。3ステージ終わると次80枚。あ、もうすぐだな。ちょっと急に難易度が上がったってか、サソリ座。蜘蛛の巣にかかるとジャンプが不可能に、連打すると OK だよ。おう、かかってみよう。おう、ビビるなこれ。とっとっと、あえて振らってみたくなる。しかし食らうことは自殺行為。あらあら、お、ダッシュだ。気持ちいい。
それ落ちるだろ。真ん中長いやつ。ただ問題は落ちるにしてもあのまま乗ってて大丈夫なのかどうかっていうのが気になるところ。よっ、はっ、ん？あれも落ちなかった。これも落ちたよね、さっき。消えてる、落ちてんじゃねえ、消えてる。やっちゃった。早めの二段ジャンプでいくのか、ギリギリジャンプでいいのか。ギリギリジャンプでいけるっぽいな。さあ、難易度も上がってきた。あっ、クモの巣に、クモの巣にかかってジャンプができなくなった。やっちまった。ドンキーコングのトロッコステージ的なジャンプからのさらにジャンプ。早めに2段ジャンプしておく。こうか、落ちながらジャンプ。なんだそれ、2段ジャンプもなんだそれだけど、落ちながらジャンプ。あえて、あ、試したかったんだこれ。そうなるのか、その1マスだけ落ちるわけじゃないのか。自分の命をかけて挑戦する。あんた男だよ。そしてつい反応が遅れてしまう。にしてもリトライに異常なまでにストレスがないから、こう失敗したら失敗したで無限に走り続けてしまうゲームであるな。ほっ、あっ、とりゃー、よし、ちゃんと今度は回避しよう。まさかそういう罠だったか。あっ、上かよ。う、壊れてんじゃねえか、ラフレシアに。大丈夫か、怖いね。よっ、大ジャーンプ。うん、二つ目をどうにか取らねば。どう、あ、ネクストステージしてしまった。スタート押すと戻れんのかな。スタート押すとリトライとエクジットだから一旦終わって戻れて、ほう、ほっ、ほっ、反応すりゃギリギリ耐えれんだけど、コンプリート目指してるんだから失敗した時点で死なないとな。よっ、この辺だな、次の大ジャンプに乗らなきゃなーね。こうだな。食べられる、食べられる。あたしはサソリ座のみんな。ほう、あー、食べられる、助けて。ごめん、俺はチャルをこぐことしかできないんだ。ゴールでも食べられる。さすがに難易度が上がってきたな。初見でポンプは難しいものがある。で、大ジャンプからの大ジャンプ。ささささん、食われる。ダメだ、俺たちにはどうすることもできない。助けてやれ。おっと、ちょっとジャンプビビった。大ジャンプの方で、大ジャンプの方向で。ここ楽だったな。あとはクリアだよ。死亡フラグか。そんなことはなかったぜ。いっぱいいるな、こんな危ない星を探検しに来ているぞこいつら。いや、壊れすぎだろ、ここ危なすぎだろ。お前らこんなとこ観光、探検？
何しに来てんだ。なんかプク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 乗れる。乗れなかった。初見は当たって砕けろ的な感じあるよね。じゃあ回避の方向で。飛びすぎだろう。まだプロペラのジャンプの軌道を理解していないな。びっくりした。あれは下が正解なのか。3つ目を確認できていない。上行かない方がいいのかな。リットライリットライ。白い山の上は走れるけど紫の毒川は触れるとミスに。一つ目は安全にゲット。で毒の泡は回避。ここだな。もしかしてこの人たち藤岡弘の隊？ああ無理だった。下から行けるのかと思って。たら意外にこれをかわしてみよう。おう、うん、別にここは難しいことないな。うわあうわあ。分けてクリアすると一応ゲットはしたことになる。でも結局金のお金もらえないからね。一度で3つ集めないとダメ。よし、フラグ立てとこう。次で決める。プロペラのジャンプになれる。よし、さあ上に行ってしまわないようにと。何？食らった状態でも連打すると普通に落ちてじゃ安全だったのに。安全ではないけど。まさかさフラグは即回収。ジャンプジャンプ。よし、うん、あとは落ちないように早めジャンプ。よし、さすがにちょっと難易度が上がってきたがこれで決める。あう、オレイ。お、この白い上は乗れるってやつね。遊ばなくてよ。遊ぶこと危ないからちゃんとかわしていこう。二つ目はどこかな。下坂、下があったとは。あれが二つ目だな。どうだ、駆け抜けれない。何事も実験したくなるじゃないか。クリア。レッツゴー。敵と呼べるものはほとんどないな。わら。どうした、なんでこんな吊り橋があるのかも疑問なレベルだね。いくぜ。ワン、ツー、グリジャン、グリジャン、グリジャン。よし、これは？グラグラだ。グラグラの実。ちゃんとジャンプでかわしながらいくぜ。3個目はどこかな。飛ばない方がいい系か？もしかして上か？下か？上と見た。どうだ、上じゃなかったっぽい。下か？
ん？ん？発見せぬまま。おいおい、ゴール地点のお前たち、それ何の儀式だよ。コンプリートせぬわけにはいくまい。トン。トン。ウッフー。ニャン。ニャンチュー。先住民にやられたか。わら。とりあえずまずは落ちないようにここの1個目2個目か掘る。でここは上行かない方がいいのかな。どうだ、ダッシュ状態でギリジャン ×2 でいけそうな感じだな。ワンツー、はいはい、ヤッホー、準備ゴー、いっちょいね、2、はっ、よっ、よっ、ここのダッシュはちょっとギリだな。こう、よし、どうだい、あるかい。いや、いいのかな、あそこ無理する方が。うん、なんで俺無理してジャンプしたんだろうっていうレベルの行動してしまったが、まあいいだろう。結果オーライだ。やっほー、よし、コンプリートだな多分。とりあえず4面までコンプリート。5面の上で言うんじゃないよ。もう77枚じゃない、80枚なんですぐだな。